どうした？前に話したやろ、大手事務所のオーディション。ああ。そのオーディションが今からなんや。そうだったのか。そりゃ緊張もするな。あかん。上流、なんか気の利いたこと言って。もう言葉は必要ない。あとは本番あるのみだ。気の利いたことが思い浮かばんかっただけちゃうの？それもある。なんやそれ。まあええわ。よし、じゃあ行ってくる。上流はステールで切符を待っといて。ああ、わかった。あんたが上流さんか。赤目の仲間か。おお、そうそう、よかった。じゃああんたで間違いないんだな。ああ。それでどうかしたのか。頼む、赤目ちゃんを助けてくれ。赤目を？何があった？前からうちと対立してる半グレグループがあってよ、そこと大喧嘩が始まっちまったんだ。それで赤目がどうした？赤目ちゃん、オーディションの予定だったのに、これ以上怪我人を出さないように話しつけるっつって敵方のアジトに乗り込んでいっちまったんだ。アジトの場所はわかるか？ああ、小福町西にある雑居ビル地下のはずだよ。わかった。あんたたちは絶対に手を出すな。赤目の思いを無駄にするなよ。もちろんだ。すまねえ上流さん、あんたの腕っぷしは赤目ちゃんから聞いてる。あんたしか頼れねえんだ。頼られるのは嫌いじゃねえ。赤目。あん、誰だてめえ。上流、オーディションはどうした？アホ言わんといて。仲間見捨てて夢追うほどうちは腐ってへんわ。バカだな、あんた。あとは任せろ。ああ、こいつか。最近ネットワークに入ったって用心棒は。耳が早いな。だが肝心な情報が抜けてるぜ。お前らは知っておくべきだった。その用心棒は怒らせちゃいけねえってな。行くぞ。怪我は？うちは大丈夫。
それよりみんなは大丈夫だ。あ、そっか。ほっとしたわ。さ、まずは傷の手当てだ。ほんま大きにね、上流。正直ピンチやったわ。気にすんな。それより本当に良かったのか、オーディションは。オーディションなんて世の中で腐るほどやっとる。そのうちの一つがポシャっただけや。うち決めたわ。やってるオーディション片っ端から受けまくったる。うちという存在を世に知らしめたるんや。ふん、大丈夫そうだな。当たり前や。上流には助けられっぱなしやね。ああ、人使いの荒いボスだ。何言うてんの。まだまだこれからもバリバリ協力してもらうで。ネットワークの方にもな、以降目標ができたんや。ほう。蒼天堀におるホームレスの人たちが誰も食べ物も住むとこにも困らんようにする。ええ目標やろ。ふん。町中のホームレスをあんたの部下にするってことでもあるよな。大した野心家だ。当たり前や。夢はでっかく持たんとな。じゃあ改めて乾杯するが、あんたの二つの夢が叶うことを祈って。うん、乾杯。乾杯。